おはようございます。朝方の一色魚村、大体小雨が降ってる。どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回もね、一色魚村に来ました。そしてね、今お盆休みの真っ盛りなんですが、台風の影響でね、結構雨が続いてます。ですが、あまりにも市場が好きすぎて来ちゃいました。なのでね、今回も楽しみながら市場を回っていきたいと思います。そしてね、僕の動画では毎週市場の様子を上げてるんですが、毎回並んでる魚の種類や値段全然違うので、お魚好きの皆様ならぜひ楽しめると思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も楽しみに一番早速行ってきましょう。いや、今日はね、金曜日で雨も降っておるにもかかわらず結構人がいますね。さすが連休っすわ。いや、楽しみだな。油の音って美味しかったですね。最近ボラすごい超えてますね。はいはいはい。いいじゃん。ああ、なるほどね。だらだら寝ちゃって、うん、やっぱり動かんといかんすね。動かんといかんすね。働き者は、そう、本当に確かに。だから僕も同じで。18日の配達は17日切らないかな。でも結局、もう休みがないわ。休みがないですよ。おはようございます。お疲れっす。コラボ。あ、コラボなんとか終わりましたね。はい、昨日なんとか。
えーそう。でも今日いいやつが忘れちゃった。ああ、はいはい、ただいまってことでね、本日も一番回ってきたんですけども、本日もね、雨の中お話ししてくれた皆様本当にありがとうございます。そして今回なんですけども、今回はね、基本的に魚は少なかったんですが、やっぱりね、今の時期マゴチがすごくたくさんいました。ようやくね、なかなかいいサイズのマゴチが並ぶようになってきたので、ぜひね、今が旬の夏のマゴチ食べてみてはいかがでしょうか。そしてね、そこら辺の市場ではまず見ない池のマスカサウオが売ってました。この魚もね、なかなか市場でも出くわすことが少ないんですが、ぜひね、見かけた際は塩焼きや肝醤油で食べてみてはいかがでしょうか。あとは今回ね、お店の方からシャチブリをいただきました。ちょっと調理方法を考えて食べてみたいと思います。もしシャチブリの美味しい食べ方知ってるよって方はね、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、てな感じでね、今回も楽しい市場巡りになりました。これからもね、引き続き皆さんに楽しんでもらえるような動画作りしていくので、もしね、いつも見てるけどチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもマキロンチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあな、シュー。